今回は課題製品の中にサウザブルーというテキーラがありまして、今回はそれを使用して、新しいカクテルを考え出そうというところから始まりました。次に名前が決まりましたかね。サボテンの花というカクタスフラワー、カクタスフラワーというサボテンの花の花言葉が燃える心とありまして、真っ赤なこう色合いにはこうルジェのストロベリーとか、を使って、あとは南国のイメージするココナッツを使ったりしてカクテルを考えました。スマートにと言いますか、燃える心の赤色をストロベリーで表して、あとはこう南国の花という意味でココナッツ、そしてメキシコのライムジュースを使って、あとはこうオレンジの炭酸飲料で爽やかさをという感じで、スマートに、割とこう早く決まったかなと